我々は全人類に通達する。この惑星はこれより古く新しい世界に生まれ変わる。空想の根は落ちた、創造の木は地に満ちた。私の名はボーダイム、キリシュタリア・ボーダイム。七人のクリプターを代表して君たちに通達する。この惑星の歴史は我々が引き継ぐ。ロカイ分子現象、ロストベルトの書き換えは無事終了した。今まであらゆる賢人が到達しなかった世界に、あらゆる魔術師が考慮すらしなかった結論に私は挑む。見ているがいい、マリス・ビリー・アニムスフィア。あなたが描いた机上の空論をこの私が完成させてみせる。すまないカドック、話の途中だがワイバーンだ。はあ、サーバントを一気倒した直後だぞ。魔力も体力もすっからかんだ。おや、そうだったのか。私の方はまだ少し余裕がある。はいはい、そうですか。エリートは魔術回路が多くて羨ましいな。霊脈を見つけてサーバントを召喚しよう。反撃はその後だ。僕たちは負けない、負けられない。人類の存続は僕とお前にかかっている。ああ、その通りだカドック。君は自分が思っているより数段たくましく、往生際の悪い魔術師だからね。僕は多分8番目だ。 A チームは誰もが掛け値なしの祭神で一流だった。他のメンバーはレイシフト適性以外にも様々な拠り所を持っている。僕には何もない。優れたサーヴァントを使役することができるという偶然にしがみつくしかない。顔が怖いわね、カドック。ああ、いや、ごめん、なんでもない。すぐに謝罪するのは劣等感の表れなの。くそ、悪かったな。劣等感の塊だ。私を召喚できたのに、反人類史では哀れな敗北者だった女はロストベルトでは氷の公主となった。あなたのおかげでね、カドック・ゼムルプス。いびつな召喚で申し訳ない。だが僕にはそんな手段でしか強力な英霊を用意できなかった。勘違いされてしまったかしら。今のは感謝の言葉よ、私なりの。このいびつな力があるから私は殺せる。私たちの障害であるカルデアを殺す。ロストベルトのロシアであれ、皇家に異を唱える反逆軍を殺す。そして約束を果たそう。こいつらを倒して僕は君にふさわしいマスターになる。ええ、それでこそよカドック。参ったな。歴代皇帝が未だ健在なローマとは。ボーダイム、モノミユさん気分は自重するようお願いしたはずですが、フランスでも突然ちょっと待つんだ。オフェリア、凱旋門を触媒にしたらナポレオンを召喚できるのではなんて言い出して。真面目にやってください。普段の冷静なあなたはどこに行ったのですか。
私たちは人類修復を託されたただ二人のマスターなのです。その責務を果たしましょう、ボーダイム。いえ、何としても果たさなければ。私は見ていた。自分に与えられる世界を見ていた。ボーダイム、キリシタリア様の期待に応えるために、彼のように与えられた運命と向き合うために、たとえそれが人類史から切除された悪路であろうと、どこかに希望があるはずだと、そう願った。失敗したのね、あなたも。全てを焼き尽くす夢果たせぬか。我が国王は、この炎は現実ごと選定されている。くっ、無様なものだ、俺の世界。そこで終わったのね、あなたの世界は。ああ、同じだわ、私たち。ああ、はじめまして。さようならなのね、炎の巨人を。さらば、炎にて終わる世界から視線を見起こす人の女。もしも再びお前が俺を見たなら、その時は我が炎の剣を披露してやる。あなたの宝具を。星の終末を共に見よう。ねえ、セイバー、私にも希望の一つくらいはあるの。マガント、魔術回路の接続を解除。シグルド、真なる大英雄、北欧のシグルド、お願い、力を貸して。ただの一度きりで構わない。あれをスルトを切り裂いて。了解した。魔剣起動。輝け輝け輝け、私の、ここに輝け私のシリウスライト。こらこら、あまり気軽に甲板に出るものじゃない、ヒナコ。君はほら、あれだろ、あれなんだろ、海に落ちたらそのまま溺れて死ぬのでは。案外デリカシーないわね、あんた。カルデアじゃもっとエレガントだったのに。この得意点が今までに比べて開放的だからかな。私もつい自由になってしまってね。猫かぶってたのはお互い様ってこと？それこそ意外極まるけどね。あなためちゃくちゃ話しやすいタイプじゃない。昔の知り合いに似ているわ。ま、私はどうでもいいけど、人間の歴史が終わろうと知ったことじゃないし。いよいよとなったらやめさせてもらうわ。その時はあなた一人で何とかしなさいよね。ギツネめ、余計な災厄を呼び込んでくれたものね。せっかく安定したこの中国異文体を好きにさせてなるものですか。いいわね、セイバー、手加減抜きよ。はは、必ずやご期待に応えてみせましょう。私は恐ろしいのです。不死を得た始皇帝の民に向ける眼差し、
その異性のあり方が。人の世の形などどうでもいいわ。皆好きなように殺し合い、滅ぼし合えばいい。どんな末路をたどろうが知るものか。さぞやおぞましい女と思うでしょう。いいえ、あなたの思いは時を超えても不変のまま。なればそれはすでに信念も同然。故にこの乱領をあなたのサーバントとして振るう刃に一切の悔いはありませぬ。ありがとう、こんな私のために。生きるのです、我が君よ。今度こそあの男と降雨と共に生きるのです。互いの行く末を見届けるのです。かつてこの私を恐れることもなく言葉を交わしたお前の度量、あれから長き方向を経た今もなお胸を和ませる思い出だ。私のこの姿を暴いた以上はもはや感情の余地はない。恩敵カルデア、我が呪詛にて滅するがいい。私の望みはただ一つ、たとえその先に待ち受けるのは滅びであったとしても。アメリカ大陸を横断、それだけで過去最大難易度の得意点だ。ジェットを用意してほしいな。そこわがまま言わないの。ペペロンチーノさんは健脚だな。妙蓮寺、妙蓮寺アロン、本名でいいって言ったでしょ、キリシュタリア。そんなことになっているあなたへのせめてもの敬意としてね。今まで何回こんなことをやってきたかは知らないけど、みんな途中で脱落しちゃったんでしょ。だからあなたには私の本名を知ってほしいの。あなたが私の本名を口にすればそれだけで本当の私も理解するわ。あなたは信頼に値する人、私たちのリーダーにふさわしい人物だって。ああ、そうだろうね。あなたの察しの良さは A チームで一番なのだから。強制じゃない選択よ。私的には異性の神の条件もありだと思うし、クリプター側キリシュタリアの計画も正しいと考えた。私は自分の意志で自分の死より世界の死を選んだの。つまりどうしようもない悪党、あなたたちで言う人類の敵ってやつなのよ。なんだかんだ言っても私はあの子たちを見捨てられない。見捨てたくないの、好きだから。ムカつくぜ、くれてやったもんを返されちまった。不満？いや、俺はただ怒ってるだけだぜ。いつもと同じにな。約束通り、あんたの代わりに怒る時が来た。そうだろう。そうしてくれると助かるわね。お願いできるかしら。ああ、ふざけんな、腹が立つぜ。お願いなんかじゃねえだろう。命令しろよ、マスター。そうね、そうさせてもらうわ。私の怒りっぽいサーバントちゃん、いいわ、上がってきちゃう。あとはあなたたちね。あなたは勇敢にもここまで来た。ならここまで来た責任を果たしなさい。
嘘偽りなく、あなたたちとの旅は楽しかったわ。それと同時に、これも本音で、私には絶対に彼らを裏切れない理由がある。だから仕方ないのよ。世界と運命が全て悪いと思って諦めてちょうだい。それじゃあアデュー、またどこかで会いましょう。私は与えられたもの全てを使って必ず勝利する。カルデアを排除し、耐震ゼウスを見取り、空想時を現実のものとする。見ているがいい、巫女の姿をした空虚よ。他の誰でもない、あなたには手に入らなかった未来、この私が現実のものにしてみせよう。いよいよ私たちの計画は最終段階に入る。彼らとは直接この手で決着をつけなくてはいけない。私の目的はすでに宣言したはずだ。我々は間違いを重ねすぎた。それが私の答えだよ、マシュ。スターズ、コスモス、ゴッツ、アニムス、アントルム、アンバース、アニマ、アニムスフィア、虚空の神よ、今人知の敗北を宣言する。マナコは古く、手足は脆く、知識は淀んだ。最後の人間として、あまたの決断、幾多の挫折、全ての繁栄をここに無と断じよう。この一撃をもって神は撃ち落とされ、変革の鐘を鳴らせ、グランドオーダー、アニマ・アニムスフィア。天体は空洞なり、空洞は虚空なり、虚空には神ありき。マスターの命は確実にここで消しておくとしよう。人は空を仰ぐ。古くは空に神を見た。長きにわたり空は届かざる神聖だったけれど、我らはいつしか空に未知を見出した。恐れず恐れず解き明かすべき対象とした。そうだ、あなたたちを我らは英知の研鑽によって解体する。我らは二度と立ち止まるまい。いつか空へと渡る日のために、我らは空を仰ぎ。デメテル、アフロディーテ、ディオスクロエ、かつて破神同盟が残した遺産を用い、ムサシとカイニスの協力を経て、カルデアは破神を成した。あのカイニスが素直にカルデアに組みするとは予想外だったがね。そして神ゼウスとの戦い、切り札グランドランサー、ロムルスの召喚を持って形勢を逆転。そしてカルデアは私のもと空想樹アトラスへと至った。私の目的は単純だ。今の人間では無理だというのなら、これを変革する。そう、
これよりこの地球に生きる全ての人間は生まれ変わる。これが私の計画だ。新しい神代の世界だ。誰もが神に等しい存在になることで全ての不平等は解消される。いつか正解にたどり着ける知性体を生むために、人類はこの日をもって神という概念を打ち落とす。私は空想獣アトラスでこの地球を変革する。これは私の勘違いして、私が私の人生に課したなすべき夢だ。それを否定するというのならどうか前例で答えてほしい。私はキリシュタリア・ボーダイム、クリプターとして反人類史を否定する者。君たちカルデアの敵であり、人類を守るために戦った A チームのリーダーだ。アトラスの空想樹は燃え尽き、異星の神は降臨した。まさに完全敗北だ。私に逆転の可能性はなくなった。だが君たちは違う。君たちにとっての敗北とは死であり、勝利とは生存することだ。逆転の目は残されている。君たちはまだ敗北してはいないのだから。カルディアの火よ、どうか今一度旅人のしるべとならんことを。敵討ちとか私の柄じゃないんだけど。ええ、けじめだけはつけさせるわよ、ベリルガッド。はい、行きましょう。風と土と生命、歌と雨に愛された理想郷、多くの妖精たちが暮らす黄昏の島、ブリテンへ。